あ、どうも。こんばんぱいや、ルチカです。豆腐生まれ、ウコソパ育ち。ツイッターにいるやつ大体友達。たまに極寒にお世話になるラクレス様の道具です。よろしくお願いします。自己紹介が長えや。いやー、とうとう来てしまいました。この日が、キングオージャーの布教配信を、僭越ながらさせていただきます。よろしくお願いいたします。そう、まだ間に合うんですか？間に合うんです。むしろ今です。もう今日の21話がとてもとても素晴らしい総集編だったので、もうそれ見てください。もうこれ見なくていいです。おしまい。もう今日のルチカの布教配信なんて見なくて大丈夫。あの、公式様の21話を見ればもうそれでおしまい。OK。あと YouTube 上で夏映画のその公開記念に1話から5話とあと10話の YouTube 上で無料でね公開中なのでそれ見たらもう完璧おしまいお疲れ様ですでもあのオタク視点でねこんだけあのですから一応というか日朝のオタク歴ちょっとだけ長くてですね、あ、まあ20年ぐらい日朝のオタクやってるんですけど、そのルチカでも私でもキングオージャーめちゃめちゃ新しいな、こんなにこう沼にこうズブズブズブってこうハマっていくスーパー戦隊かなり久しぶりだったので、ぜひねこの魅力をキングオージャーの魅力を気になってるけど。どんな感じかな、スーパー戦隊あんま見たことないんだよなっていう人たちにも届くようにね、もうなんならあの近所のというか今聞いてくれてる皆さんの中にもねお友達にキングオージャーちょっと気になってるんだけどどうしようかなってなってる子がいたらこれ見せつけてください。あの一緒に狂いましょうもうね公式様のね福利厚生が手厚いんだわ。オタクやること正直ないんですけど、まあ喋りたいし、みんなのね、キングオージャーすでにね、好きで見てるよ、大好きだよって方も来てくれてると思うので、みんなのキングオージャー愛をね、私もぜひ浴びたいので、いっぱいコメント書いてもらえると嬉しいです。ただ今日は語り不況配信なんで、あの、チャット欄そんなに拾えないかもしれないです。ごめんなさい。でもその代わりアーカイブで後で確認するので、もうぜひバーって書いてください。あ、ただ最初の方はねネタバレなしで初見さんでもね初心者さんでもこう楽しめるようになるべくネタバレなしでキングオージャーの魅力を紹介したいなって思ってますので、ルチカがいいぞって言うまであのもう全部紹介し終わった後にねいいぞって言うまであのなるべくこう物語のネタバレは書かないようにお願いします。あとは大丈夫かな。じゃあやっていきましょうかね。まだ間に合う王様戦隊キングオージャー布教したいよということで、音量大丈夫そう、大丈夫そうだったらこのままいきます。はい、まず最初はこちらです。資料を用意してきました。キングオージャー気になるけど、あんまりスーパー戦隊見たことないんだよな。しかも、もう20話ぐらい進んじゃったんでしょ？今から追いかけるのって難しくないか？どうしようかな？ってなってる方へ。早く本編浴びて、もう今夏映画も見てくれ。もう来週からやるから、もう今本当に今と、ルチカは申しております。いよいよ来週7月28日金曜日から公開の映画王様戦隊キングオージャーアドベンチャーヘブン、ストーリーは本編20話までの内容と関連しているっぽいので、ぜひリアタイで映画館で見てほしいです。ルチカもエキストラでとあるシーンに参加しているので、ぜひキングオージャーの夏映画映画館でバーって見てわーってなってくださいそうなんですよ、まさに戦隊見たことない人にこそおすすめできる。もうこれずっと、あ、最後の方でも言うかもしれないんですけど、めちゃめちゃ初心者におすすめしやすいスーパー戦隊です。はいはい、まあじゃあそっからねちょっと深掘りというか、じゃあ王様戦隊キングオージャーってどんな作品なのよっていう、まあそういうね、あらすじというか、輪郭からお話ししたいと思います。
まあもうね、知ってる方はもう分かりきったものかもしれませんが、聞いてってください。スーパー戦隊シリーズ47作品目。マジ？スーパー戦隊、そんな、もう歴史が長えんかっていう感じなんですけれども。特撮ね、いろいろ長いシリーズありますけど、スーパー戦隊ってやっぱりずっとこう続いてる作品なんですよね。一番最初のまあゴレンジャー、最初のところでちょっと途切れはしたんですけど、それ以降は、ずっとね、毎年毎年続いている。本当にこう、一番子供たちに、オタクたちにもね、寄り添ってくれてる特撮シリーズがスーパー戦隊なんじゃないかなって思っております。はい。で、モチーフは昆虫王様っていうことで、かなり珍しいモチーフを今回使っているんですけれども、まあ、王様はねちょっと置いといて、昆虫ってね、あれ歴代でも虫モチーフいたんじゃないのって思う方、確かにいたんですよ。いたんだけど、メインモチーフで、そのスーパー戦隊で使ってるっていうのは今回史上初なんですよね、意外にも。やっぱ子供が好きなものっつったらさ、動物、乗り物、恐竜、で虫っていう感じだから、歴代でもね、あるのかなって思いきや、まあ多分っていうか、仮面ライダーとの差別化でしょうね。仮面ライダーはやっぱりバッタ虫モチーフなんで、そことやっぱり分けるっていう意味でも、昆虫モチーフってあんまりメインで前にこう割って出さないでいたと思うんですけど、仮面ライダー側も結構その昆虫以外のモチーフ、いろんなね、そのデザインになっていってる影響もあってか、スーパー戦隊でここで満を持して虫モチーフ、いやかっけんだよなこれが。もう約束されたモチーフだよね。しかも王様っていうのがまたね、これ始まる前までは、まあ、ちょっと日朝のオタク的にはね、あ、仮面ライダー需要か、やっちまうのか、我が魔王かって思っちゃったんですけど。でももうね、やっぱその王様っていうモチーフをもうやっぱふんだんに使って、もうそれもまたね、物語を彩る素晴らしい要素の一つになっておりますよね。はい、そんな、王様戦隊キングオージャー、脚本高野湊さん、監督さん複数担当されてらっしゃるんですけれども、パイロット監督、一番最初のその方向性を決める回を取る監督さんのことですね。だいたい1話を担当される方がパイロット監督って言うんですけれども、上堀内、上和也さん、はい、上堀内監督ですね。で、上堀内監督は、1話から5話まで連続で確か担当されていたはず。ちょっと確認します。そうだね。キングオージャーってね、本当に、ま、後でも言うんですけど、こう、物語がすごく各章に分かれてる感じで、しっかりしているんですけど、それをやっぱ決めている1話から5話までの、そこでなんか一本の、ドラマというか映画みたいな感じでさ、やってるんだけど、それを全部担当されているのが上堀内監督ですね。で、キャラデザ、はい、今回の敵のバグナラクっつうんですけれども、ヒーローたち側も虫モチーフだし、敵側も虫モチーフでね、やっているんですが、キャラデザーを担当されているのがヨゴユウキ先生です。ヨゴ先生、忍者スレイヤーで有名な先生ですね。はい。で、脚本担当されている高野湊さん、作品としては、他の作品としては真犯人フラグとか、あとあなたの番ですとか、特撮で言うと01の23話24話担当された方なんですけど、23話といえば23話24話って確かゴバス回じゃなかった、ゴーバスターズ回じゃなかったですか。あー、ここで交わるかって思ったんですけれども、
もろかったですね。で、あの上堀内監督に関してはもちろんね、歴代のその仮面ライダーも竜ソウジャーが担当された方ですね。私さ、何度か日朝のエキストラ参加したことあるんだけどさ、だいたい上堀内監督の回と当たってるかもしれない。一番最初にねエキストラ行ったのがね、仮面ライダージオウの外務会だったんだけど、ダンスのさ、なんだっけ、観客の役だったかな。外務会の時にそのエキストラで参加した時に担当されてたのが上堀内監督で、で、あとあれ、ゼロワン、あ、でもゼロワンは違うか、竜ソウジャーの時、いや、違う、竜ソウジャーは違うわ、ごめんなさい。でも、何回かね、その上堀内監督のその、間近で見ててさ、あ、すごいなんか熱い監督だなって思ったりして、あとリュウソウジャーとかキングオージャーも見てて思うのが、なんか役者の表情を結構引き出すというか細かいその描写とかをね、なんか引き出してる方なのかなって勝手に思ってました。はい、ってな感じでですね、まあ、かなりそのスタッフさんのね、制作陣の皆さんのもう熱い方ばっかりなんですよ。で、そんなキングオージャーのあらすじ、あらすじっていうか、まさにこれですね。これは地球を守る王様と、あ、王たちと、これから王になる男の物語。ね、ナレーション、ちょっとなんか、ニュアンス真似したくなるよね。イントネーションっていうかさ。とさ。これはね、キングオージャーの知らない人すいません。見たらわかります。ナレーションがすごく癖になります。はい。じゃあ続いて、またちょっと深掘りというか。キングオージャー、ストーリー、アクション、CG もすごい。いや、キングオージャーの CG すげえんだよな。登場人物の魅力や関係性、全部のレベルが高い。これが令和かっていう感じですね。最初の頃は、これが1年持つのか、とオタクから心配されたことも。ぶっちゃけさ、もうすでにキングオージャーを浴びて狂っている皆様、1話見たときどう思いました？予算って思いませんでした？まあ予算気にする、オタクが気にするもんじゃないんだけどさ、予算がトレンド入り果たすぐらい、やっぱみんな気になったじゃないですか。それぐらいさ、もう迫力がすごかったんですよ。でも、確か東映様が、なんだ、東映の撮影所でさ、CG をこう使える、セットを使えるなんか場所ができたから、全然なんか、今までよりも、よりこう撮りやすくなったんじゃなかったかな。で、キングオージャーのその世界観もですね、各国の、もう本当に豪華な、すんげえもう、景色がね、バーって広がったりするんですけど、そこの CG とかも、ルチカエキストラ参加したんで、ま、でもどこの描写とかは言えないからあれか。でも、あ、こういう風に撮ってるんだっていうぐらいね。多分より撮りやすくなった分、このね、映像とかにもこう力を入れられてるのかなーって思っております。うん、1年持つのかという疑問に公式から、もう素材確保してるから大丈夫やでと言っていました。あと予算気になる方はですね、歴代もそうなんですけど、おもちゃ買ってください。ドンブラザーズがそうだったじゃないですか。まあスーパー戦隊特撮作品ってね、おもちゃを売らないといけないので売り上げがね、結構他のこう後々の作品とかにも関わってくるんですけど、ドンブラザーズっていう作品に関してはロボが売れすぎて、本編で全然出さなくても大丈夫だなっていう風になったらしいですね。キングオージャーもそうなるといいですね。でも実際キングオージャーのロボかっけえのよ。どうなん？実際売れてる？めちゃ売れ？めちゃ売れなのかな？どんな感じなのかな？うん。そう、予算気になる方は、ロボを買いましょう。おもちゃを買いましょう。ロボに関してはちょっとわかんないんだけどさ、他のグッズ、キングオージャーめちゃ売れてない？
アクキー、アクスタとかさ、あと衣装とかさ、うん、ね、ロボ、まあ、ドンブラザーズもそうだったし、キングオージャーもやっぱモチーフもかっこよさもあるんだけど、ぜひね手に入れてほしいですね。アモフンとかね、確かに確かに結構そこら辺でいろいろこう潤ってるような気がします。さて、じゃあ続きましてこちらです。今からでも間に合う見どころ紹介。物語が熱い、キャラが熱い、オタクが熱いということで、それぞれあの項目をね作ってきたので順に説明します。まず最初こちら、キングオージャーの物語が熱い。まさに王道戦隊、予想以上が来る展開に毎週お祭り騒ぎ、こんなスピード感のあるテンポのいい戦隊初めてっていうことで、あのルチカも結構いろいろスーパー戦隊見てきたと思うんですけど、もうなんか令和っぽいって言っていいんですかね。すごくさ、テンポ感が速くて、でもその駆け足じゃないんだよね。しっかりしっかりその要所要所をちゃんと見せてくれた上で、え、こんなにすぐこの展開見せてくれてるのみたいな。あの多分だけどさ、歴代だったらあんまり比べたくないな比べたくないんだけど、あの歴代作品も素晴らしいよ、素晴らしいんだけど、本当に令和のさ、こうスピード感をそのままスーパー戦隊にも落とし込みましたっていう感じの、きっとなんかこういうこのキャラとこのキャラの関係性、きっとこういう感じだろうなっていうのがもしあったら、すぐ翌週でお出ししね、出されたりとか、半年かけてこの話やってもいいんじゃないかっていうぐらいのストーリーを、本当もう5話ぐらいでギュッてやったりとかね。だからなんかキングオージャーってまだ21話しか放送されてないんですけど、気分的に本編終わって VS やって帰ってきたキングオージャー見てるような感覚、それぐらいなんかずっと昔から応援してたよなっていうぐらいの熱量になってるんですよね。びっくりなんか1年かけてじわ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 、あ、この今回のスーパー戦隊も面白いな、あ、終わってほしくないなっていう気持ちになってんのにさ、もう5話ぐらいの時点で私キングオージャー終わらないでって泣いてたような気がするこれはほんとすごいなって思いますね。欲しいものももらえる、サプライズももらえる、王道なんですよ。王道展開だからきっとこういうものが来るだろうっていうイメージ通りのものももらえるし、なんかそれ以外のさ、え、ここもこんなこともしてくれるんですかっていう連続なんですよね。なんかあのカツ丼屋さんに行ってカツ丼食べてーなって思って頼んだら、もうそのまんまのイメージ通りのカツ丼来て、で、あのおまけでこれもどうぞってすごい嬉しい、え、こんな美味しいやついただいていいんですかみたいな、おまけもらっちゃったみたいな感覚。結構さ、あの、まあ、このスーパー戦隊に限らずね、結構木を照らうようなやつがあるじゃないですか。カツ丼屋さんに行って、あれ、そば出てきたなみたいなカツ丼屋さんだけど、あれオムライス出てきたなみたいなさ、カツ丼欲しいんだ、うん。で、そのこれが欲しいっていうやつをやっぱキングオージャーってくれるんですよね、毎週毎週。で、謎を散りばめてるんだけど割とすぐに答えを出してくれる、これもねすごくいいですね。ストレスがほぼなく、余韻も余白も楽しめる。余韻と余白ってルチカよく言ってるんですけど、こうストーリーそのまま説明してもらうと面白くないじゃないですか。だけどちょっとこう考える、視聴者に考える余地を与えて、余白を与えて、で、もしかしたらここでは描写されてないけど、あの表情の揺らぎ、なんだ、目線の揺らぎとか、表情ちょっと悲しそうだったから、もしかしたら本当は苦しかったんじゃないのかな、厳しいこと言ってたけど苦しかったんじゃないのかなとかさ、そういうあの、いろいろ妄想するのが好きなオタクなんで、
そういう意味でもね、もうキングオージャー、ほんと最初の時とかさ、毎週のように考察してたよね。楽しくて。まあ、これはね、ほんと余韻と余白というか、考察好きな方も、キングオージャーおすすめでございます。どこを食べても美味しいところしかねえ、スーパー戦隊でございます。いやー、これが欲しかった。これが私は欲しかったんだ。全然ね、なんか、こんなの初めてっていうのも全然いいんだけど。でも、キングオージャーってね、両方くれるんですよ。これ知ってるっていうの、これ知らんっていうやつ。知ってる知らんみたいな。そんな感じになりますね。やっぱ役者さんたちの芝居もうめんだよな。1話の時とかびっくりしたもん。はい。キングオージャーの物語が熱い。最終回多すぎ。各章のクライマックスが熱い。まあ、ここちょっと若干ネタバレになるかもしれんけど、物語には触れないので安心してください。1話がね、まずもう最終回でしたね。最終回っていうかね、なんか1年ずっと見てきたよね、私、みたいな気持ちになったんですよね。キングオージャー1話見たとき。本当にこう、それぐらい感情移入がすごかったんですよ。物語もすごくわかりやすいし、王道だからこそさ、ない記憶が流れ込んでくるんですよね。あ、私、ギラ君のこと知ってるからみたいな。あれを30分の1話のさ、しかもほんと初見のタイミングでさ、もうオタクは、まあ、ルチカもさ、オタクだからさ、結構シャに構えて、はーん。王様戦隊キングオージャー。まあ、どんなもんか見せてもらいましょうかみたいな感じでね。まあ、そんな感じで見てたわけじゃないんですけど。どんな感じかな、ワクワクって見てたら。あれ、私、多分だけど、キングオージャー1年間見てたなーっていう。そんなね、1話でしたよ。そう、1話はギラ、主人公というか、赤いの、レッドのね。クワガタ王者の、ギラ君が邪悪の王になるまでの物語。邪悪の王って何？まあ、プロフィールもね、調べりゃ出るんで見てほしいんですけど、自称王様がレッドなんですよね。自称王様ってなんだよってね、これも日朝のオタクはまたね、今までの経験から、お、我が魔王かって思っちゃったりするんですけれども。ギラ君はね、すごかったですね。もう、なんだ、あのギラ君のさ、1話で本当に心臓をわしづかみにされたよね。心をガッてつかまれたよね。でもそっから、まあ1話はやっぱ盛り上がりがね、大事だから、きっとこの後が大変だろうなーってオタクはまた思ったりするんですけれども、そんなこと。キングオージャーずーっと面白い。この1話がギラ君の物語だとしたら、そっから1話ずつね、まあ、メイン回が、歴代でも、それぞれの登場人物のメイン回っていうのが用意されてはいるんですけど、キングオージャーびっくりするのがね、1話から5話まで、もう5王国スターターセット。毎週、推しが増えて仕方ない。びっくりした。これもちょっと初めての経験だったかもしれない。なんか、1話1話でそれぞれさ、1年間多分私応援してたよねっていう気持ちになったんだよね。いや、びっくりしたよ、本当に。で、なんか、毎週さ、2話の時点で、ブルーポジションのね、トンボ王者のヤンマーガストって、ヤンマー総長っていう、インテリなヤンキーがいるんですけれども、まあ私、ウコソパの民なんでね。ヤンマ総長推しでございまして。あ、もう元々そのエキストラ2話で出てたんよ。この吸血鬼、いつもエキストラ出てるじゃん。2話でエキストラ出てた分さ、私元々ウコソパ推しだったんだけど、それでもやっぱね、ヤンマ総長、あ、こんなかっこいい人だったんだ。っていう風になったし、もう3話では姫野様ってなったし、4話はもう
カブラギどもーってなったし。で、ゴアのリタ様ーってなって、キングオージャンすげーってなりましたね。で、このゴアが、まあ、その、それぞれのメイン会かつ、ギラ君のその、各国をこう巡ってね、それぞれの王とか、王もそうだし、国を見て、民を見て、で、王を学ぶっていう、そんなターンなんですよね。だからもういろいろやっぱその国ごとのさ、考え方とか、王たちのその信念だったりとか、正義感とか、そういうのをやっぱ浴びるもんだから、ギラ君を通して浴びちゃうもんだからさ、まあ箱推しになりますよね。大丈夫、ちょっとあの、肝を足りなってねえかな。あの、コアップガラナを飲みます。今日はね、キングオージャーの推しトークするから、ヤンマ総長が飲んでるんじゃないかっていう、あの、コアップガラナっていう、ちょっとコーラみたいなやつ。クラフトコーラ。こちらを今日の飲み物で飲んでおります。で、1話から5話までも、もうそれでがっつり掴まれたんですけれども、まあ、そこからね、本当こう、こまめにというか、公式では章に分かれてますよっていう風には言われてないと思うんですけど、こう見やすいよね、区切りがあるのって。で、あの、じゃあちょっとここに書いてる通り、10話。YouTube でも10話が公開されております。僕10話の時点でまた、あれ1年を応援してた。キングオージャー2年目かな。キングオージャー2年目かもしれないみたいなね。そんな感覚になるぐらい、あの、変身するキングオージャー、王様たちだけじゃなくって、キングオージャーのすごいところって、その王様たちを支える側近たちもしっかり見せてくれてるんですよね。主従推しの方、キングオージャーどうぞ。おすすめです。この10話がね、あの、1話から5話が王様たちの紹介、国の紹介だとしたら、10話までにかけて、6話から10話までが、その、じゃあ、どうやって戦隊としてまとまっていくか、みたいな感じかな。で、そっからまたいろいろあって、19話。まあ、最近ですね。最近放送された19話で、王様戦隊キングオージャー。になりましたよ。で、この王様戦隊キングオージャー、19話のサブ隊が王様戦隊キングオージャーですからね。やばいってそんな熱いことするごめん、そこだけちょっとネタバレになっちゃったけど。でもなんでサブ隊が王様戦隊キングオージャーなのかも、ぜひもうその目で確かめてほしい。頼む。早く見てくれ。私がネタバレする前に早く見てくれ。もうこの不況配信なんて見なくていい。もう本当に定期的にね、最終回がやってくる。とんでもねえ作品でございます。よし。さて、じゃあそんな物語についてお話ししてきたんですけれども、じゃあ次は、キャラが熱い。キングオージャーのキャラが熱い。箱推し確実。おもちゃ購入イコール納税。俺の、私の推し国と推し王が今週もかっこいい。ショッカーみたいになっちゃった。もともとスーパー戦隊って、まあちょっとアニメ的な感じでね、キャラクターの個性とか色もはっきりしてるので、イメージカラーとかもはっきりしてるので、推しって結構早々に決まりがちなんですよね。みんなも経験ありませんか？なんか気がついたら、白髪の子ばっかり推してるなとかさ、青い髪の子ばっかり推してるなとかありません？それもスーパー戦隊結構あるあるなんですけど。だからそのキャラクター推してるキャラとか、その見るポジションってそんな変わらないがちだったんですけど、キングオージャーは違いますね。キングオージャーの凄さ、あの、登場人物がすごく物語の中で見え方がね、かなり違ってくるんですよね。こう本当に生きてる人に例えるんであれば、なんかさ、友達と接する時の自分と、親と接する時の自分と、仕事でこう見せる自分とって違うじゃないですか。それをね、キングオージャーの登場人物たちやってくれてるんですよね。
主人公のじゃあギラ君で言うと、ギラ君って、ポジションとしては、スーパー戦隊、そのキングオージャーのメンバーの中では、結構弟ポジションなんですよ。で、こう、いろいろこう、まあ、カリスマ性もあって、こう、結構破天荒というか、はちゃめちゃに動いたりもする子なんですけど、子供にすごく優しいんですよね。子供たちにすごく優しいし、もともとその住んでたところで子供と接することも多くあったんですけど、そこでギラ君ってお兄ちゃんポジションだったんですよ。かなりしっかり者の、しっかり者の優しいお兄ちゃんポジションで、でもそのやっぱ関わる人が違うと、そのギラ君の魅力が、また違った魅力が見えてくるっていうところでね。で、もちろんその邪悪の王ってさっきちょっと言っちゃったんですけど、邪悪の王を演じているとき、邪悪の王のギラ君を見せてくれているときは、本当にもう、俺様はみたいなね。そういう、こう、同じキャラクターなんだけど、こうやっぱり、あ、そのキャラの新しい一面見せてくれててって、それでまた、ズブ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 沼にはまっていくんですよね。これちょっとネタバレ。ここからまあ若干ネタバレが始まるかもしれないんで、事前にアナウンスしときます。大丈夫そう？ギラ君のシーンでさ、これも1話で出たシーンで、今でもずっと忘れられないシーンがあるんですけど、孤児院でさ、一緒に住んでる子にさ、ちっちゃい子にさ、お腹空いたよってなってた子に自分のパンをさ、何も言わずに本当に当たり前のように分けていたんですよね、ギラ君が。そこでさ、やってるやっぱ行動がさ、めちゃめちゃお兄ちゃんじゃん。お兄ちゃんだし、なんて優しい子なんだって思っちゃってさ、もうあの時点で私、あー、ギラ君ヒーローだーって思っちゃったんですよね。本当になんか当たり前のようにそういうこう自分の食べ物を、自分だってお腹空いてるだろうにさ、分け与えるってさ、なかなかできないっすよ。そういうところをね、ほんと見れば見るほど、こうキャラクター登場人物を知れば知るほど、こう見えてくるものもねあるだろうし、もうキングオージャー何回でも見返してほしいですね。で、側近たちとこう一緒にいる時の王様たちもやっぱ違うんですよ。いつもはやっぱり王として振る舞っていかなきゃっていうところで、途中やっぱりね、その物語の中で王として行動しなきゃ、自分を殺して王として行動して、でそれで国と民を守るんだっていう風に結構追い詰められたりね、くじけそうになった時があるんですけど、そこでじゃあ誰が王様を支えてくれてるの、ヒーローがくじけそうになった時って誰が支えてくれるのってなった時に、キングオージャーの場合は側近たちが支えてくれるんですよ。一番王様たちのそばにいた側近たちが、あんたらしくないみたいなさそんな決断あなたらしくないみたいな、そういう風にね、カツを入れたり優しくこう寄り添ってくれたり、いろいろそれも側近ごとに違うんですけど、その見せ方がまたね、泣くあ、もうほんと一人一人1時間ぐらいかけて推し語りできるぐらいね、キャラクターも魅力的ですね。でもちろん敵も、敵そんなに敵幹部以外はあんましね、登場シーンっていうのはないじゃないんですけれど、亀ジムさんもね、手綱役八星様もね、いやもう敵のね、美女がやっぱな、虫モチーフってずるいっすよね虫モチーフずるいと思うし、そのキャラデザー、忍者スレイヤーの先生がキャラデザーされてるっていうところもあって、今まで、これも今までのスーパー戦隊にあんまりない美女かなって思っちゃったな。どうだろう、みんなどう思います？はい、敵もスーツもロボも美女がいいって書いてるんですけど、そのスーツっていうのがね、キングオージャーね、スーパー戦隊でよく戦隊を見ていない人から言われるあれをね、多分克服してると思うんですよ。
え、スーパー戦隊ってどれもかの見た目一緒じゃねっていう問題。見た目一緒じゃないよ、似てるだけだよ、モチーフとか全然形ちょっとずつ違うんだよっていうね。これがこのスーパー戦隊、これがこのスーパー戦隊、どれも一緒じゃないですか、これだから素人は。でもそこをじゃあなんでスーツをまとってるの、キングオージャーってその変身するのっていうところをさ、そこも結構落とし込んでくれてると思うんですよ。王外武装っつってさ、こう王の鎧なんですよね。あーかっけー。自分で喋ってて、そう、キングオージャーのスーツは鎧なんですよ。王様が王様というその王様たる証としてね、王様じゃねえと変身できねえんだあれは。だからそこも説得力を、今まで、まあ、正直スーパー戦隊ずっと見てさ、日朝ずっと見てるオタクだから、そこのねスーツ大体なんか一緒じゃんみたいなのも、うるせえ知らねえみたいな感じでね、あんまりこう深掘りはしなかったんですよね。まあでもそうだよなっていう感覚で見てたんですけど、キングオージャーに関しては、いやこれ鎧だから、王様たちの鎧だからっていう風に返すことができるという、大変ありがたい設定となっております。いや、その美術に関してもね、私は側の美術が好きでございまして、キングオージャーもね、まあ、でもその役者さんたちの美術ももちろんね、とてもかっこいいし可愛いし、あとスーパー戦隊に関してはなんだ、衣装とかそういうところでキャラ付けをしていると思うんですけど、衣装のこだわりもすごいよね、キングオージャー。見ててすごいやっぱ華やかだもん。一人一人が王様だからさ、全員が王様だから、各国の、伝統のさ、衣装をまとってさ、もうきらびやかーですよ。すげえなんかゴージャスだなーって思います。そこら辺もやっぱり王様戦隊っていうところで説得力あるなーって思いました。さて、じゃあキャラが熱い、これこっからネタバレです。ごめん、ここからネタバレなので許して。豆腐生まれ、ウコソパー育ち、たまにご家にお世話になる、ラクレス様の道具の推し会。私の推し会です。まあ、いろいろ、ぶっちゃけ全部推し会なんですけど、その中から厳選して、私が好きな会を持ってきました。まず2話、ヤンマ総長のメイン会でございますね。ルチカがエキストラで参加した会でもあって、すごく思い入れがあります。映ってたかどうかはちょっとノーコメントなんですけど、映ってたかもしれないし、映ってないかもしれないし。でも、場所的にね、ギラ君とめっちゃ近かった記憶があります。はい。いやー、これさー、もう2話放送される前なんだって、ほら、キングオージャー放送される前にエキストラ参加したからさー、今思えば、ミャンマ総長いたいじゃんヤマ総長いたし、塩辛くんもいたじゃん。で、近くに多分ギラくんいたいよ。頃の自分はほんと何にもわかんねえで。あの人かな、あの人、メインの人かな、そういう感じで予想しておりましたよ。まあね、夏映画のそのエキストラ参加した時はもう、うーってなったんですけどね。多分演者さん側もさ、反応というか、エキストラの反響違ったんだろうなっていう、そんななんかリアクション取ってたような気がする。あ、こんなにリアクションもらうみたいな。はい、そんな、2話がね、ヤンマ総長やっぱかっけえ回なんですよ。で、10話。はい、ヤンマ総長と塩辛くんの絆。まあ、ここは私、ウコソパの民なんで、この2人に注目したんですけど、10話がね、
あの、さっき言ってた王様がちょっとこう折れそうになった時に支えたのが側近たちなんだよっていうシーンでね、それぞれの国の側近たちが王様たちにさ、あなたらしさをこう問うシーンがあるんですけれど、ムコソパ以外だったら私やっぱ極寒が好きかな。うん極寒のさ、モルフォーニャちゃんがさ、あのリタ様のその部屋に入ってさ、一緒にいたいよーって、あーあー、毛布越しにモルフォーニャちゃんの本音が、あんないつもさ、なんかこうね、なんかなんだ、なんつうのあれ、ちょっとこうか軽めというか軽め、チャラいっていうわけでもないんだよな。結構こう気にしないっていうタイプの子なのかなと思いきや、しっかりリタ様のことを思ってね。いや、あそこのシーンすごい好きなんだよな。泣いちゃったもん今日もさ、語り配信やるって言って、じゃあ何話の話しようかなって、キングオージャー見ながら作業してたのね。10話で、あの、作業止めて泣いちゃったもん涙止まらんかった。何回も見たはずなのにさ。そんな10話 YouTube で見れますのでね。で、11話が、ね、ジェラミーくんの、追加戦士ジェラミーくんの登場回でございます。11話で登場するの早くねって思っちゃったんですけど、その速さで言うんだったらね、ジェラミーくんはね、もうすでに我々は声を聞いていたっていう。で、11話に関してはあれです、あのギラ君のお葬式のシーンがあるんですけど、そこであのラクレス様をねびっくりさせるというかいろんな、そのこういう風にギラが登場するかな、登場したらいいんじゃないのっていう話をね王様たちするんですけど、その回想シーン、妄想シーンですね、妄想のシーンでラクレス様がね、めっちゃ面白かったんですよね。ラクレス様って、でもこの時はまだそのギャグキャラではなくってさ、ギャグキャラじゃないし、もう完全にやっぱ悪いやつとしてポジションとして描かれてるんだけど、その想像の中だったらラクレス様をね、ギャグにしてもいいやっていう、いや、うまいこと考えたなって思いますねラクレス様可愛いです、好きです。で、17話、これよ、17話これ熱いよ、ウコソパの民熱いだろこれ17話のこの、あの公式様の写真見てほしいわ。これね、あのネタバレ大丈夫な人、もしくはもうすでにキングオージャー好きな方は見てください。 URL 貼りました。ページ開いた瞬間のヤンマ総長がさ、かっけんだわ。うん、で、まあその塩辛くんのね、側近の王様への思いももちろんアーチーンですけど、何を隠そう、私はレッドとブルーの絆が大好きオタク隠してねえや。やっぱね、レッドとブルーって特別な絆があると思うんですよね。その正反対な二人っていうかさ、まあ、大体そのスーパー戦隊王道でいくと熱血レッドと、あと参謀のブルーみたいな、クールなブルーっていう感じでイメージがあると思うんですけど、キングオージャーのね、そこのポジションが、まあ、ギラ君とヤンマ総長で、まあ、ちょっとこう兄弟チックな感じというか、なんか兄貴分なヤンマ総長がギラ君のことをこう心配してる、なんか気にかけてるのかなっていうところとか、ギラ君もギラ君でね、まあ、弟ポジションではあるんだけど、すごいやっぱカリスマ性のある子なので、やっぱこうみんなを引きつける太陽のようなね、そんな部分を見せたりしつつ、まあ、そんなギラ君とヤンマ総長のあの熱いシーンがねあるんですよね。はぁーはぇー、ヤンマ総長がバチボコにかっこいい。ここ17話のちょっと前にさ、まあ、ヤンマ総長クソガキ会があったんですけど
ブーブークッションクソガキ会があったんですけど、もうそことかもうどうでもいいですね。ブーブークッションぶっちゃけあのなんかヤンマ総長のこう王様じゃないところというかさ、なんかふざけてしまう、ふざけているというか、なんだ素の部分が見れた感じがして、私は好きなんですけど、まあ、人によってはえあの硬派だと思ってた総長がこんなクソガキだったなんてみたいな。でもそこのこうクソガキ事件をちゃんとキングオージャーって回収してくれたんですよね。回収しなくても全然大丈夫だろうなって思ってたんですけど、それがやっぱ19話でね、チラミー君もクソガキでした。二人とも、もうクソガキでした。ごめん、ちょっと言葉が悪かったですね。申し訳ねえ。ヤンマ総長スカポンタヌキじゃねえのみたいなね。そういうなんか、やっぱ人に、関わる人によって、こう、見せ方が違うとか、性格がね、ちょっと変わってるかもっていうところもさ、リアル世界でもよくあるじゃないですか。いつもはクールな人なのに、友達と関わるとなんかすげえなんか子供みたいな感じで無邪気に遊ぶなぁとかさ。なんか、そのジェラミー君を通して、その、まあ、追加戦士のね、ジェラミー君が出てきたタイミングで、王様たちの、なんだろうな、ちょっとこう、かっこ悪いところ。今まではさ、王様としてのかっこいいところを見せてくれたと思うんだけど、長所は短所にもなり得るじゃないですか。わがままも遠すぎると、結構やっぱりその、周りの意見を聞かないでさ、暴走してしまうことになるし、そこをこう見せてくれたのが、ジェラミー君のターンだったのかなーって思うんですよね。で、そこから、こう短所を見せつつも、それでもやっぱりキャラクターとして愛おしいよねっていうところで、やっぱより推しになりましたよね。はい、続きまして、キングオージャーのオタクが熱い。この話をしたいと思います。こちらですね、最後のオタクが熱いっていうところなんですけど、もともとスーパー戦隊アニオタと相性がいいんです。これずっと言っております。キングオージャーのオタクの盛り上がり方、特撮的にはかなり珍しい盛り上がり方をしているんじゃないかなと思っております。まあ、アニメ的な盛り上がりっていうと、なんかあのなんだ、グッズをめちゃめちゃ買ってるとか、あとファンアートがめちゃめちゃ多いとか、そこら辺ですかね。結構キングオージャー1話が終わったあたりからかな。いやでも2、3話なってさ、かなりもう活発になってましたよね、ファンアートが。で、実際あの演者さんたちも見ているそうですよ。ファンアートもそうだし、あの考察とかも見ているそうですよ。だからお前ら、オタク、あのツイッター上でキングオージャーの感想とかツイートしたら、演者さんに見られてからな。気をつけろよな。この、なんだろうな。アニオタ？普段、スーパー戦隊を見ない人たちもこう盛り上がってるなっていう印象があるんですけど、これもルパパトとか、仮面ライダー伝王、ちょっと昔ですね。仮面ライダー伝王の時の盛り上がりに結構似てるなって思ってます。で、まあ、そういう、作品としての盛り上がりっていうのは今までも結構あったんですけど、キングオージャー嬉しいなって思ってるのがここですね。ドンブラザーズから継続してスーパー戦隊を楽しんでくれてる人が多いなっていう印象。この間アンケート取ったんだけど、あのもちろんキングオージャーから初めて入りましたよっていう人もいたし、ドンブラザーズから継続で見てますよっていう人もいたし、ここ数年かな、ここ数年スーパー戦隊続けて見てるよっていう人結構おりました。これルチカ個人的に嬉しくってさ、なんかやっぱ長いシリーズだから全部見てくれっていうのはもちろん言わないんだけど、やっぱスーパー戦隊好きですってなった時に、これしか見てないですっていうやつあるじゃないですか。他のスーパー戦隊も、あのスーパー戦隊だけじゃなくてね、他の特撮も見てほしいよってなった時に、やっぱ継続して見てもらうってなかなか難しいなっていうのを感じてたので、
キングオージャなんかそのキングオージャだけじゃないな、その歴そのここ数年のスーパー戦隊ですね、かなりいい流れだなって思いながら見ております。嬉しいね、これがずっと続くといいね。何ポジションなんだって話なんですけど、やっぱ長くスーパー戦隊見てるからさ、あ昔は見てたよとかさ言ってもらえることがあるんですけど、ずっと見てるよっていう人はやっぱあんまりいないですね。はい、キングオージャーのオタクが熱い、もしかして脚本家さん一番オタクでは。これこれが言いたい、私はこれが言いたい、脚本の高野湊さん。毎回毎回ツイッターやばくないですか。私は仮面ラジレンジャーも聞いているんですけど、あの鈴村さんと神谷さんのねラジオを聞いているんですけど、その時なんか喋ってたやつだったかな、確かね、あのキングオージャーのメンバーがゲストで来てた時に言ってたやつだったと思うんだけど、あの脚本の高野さんなんか一番そのキングオージャー好きで、なんかオタクで、あの高野さんだって思って話しかけて、キングオージャー面白いですねみたいな感じの話したら、めちゃめちゃレスポンス返ってきたみたいな、そんな話を確かラジオでしてたような気がします。実際ツイッターのねツイートを見てる感じ、もう熱量半端ないっすよね、もうオタクってか俺ら以上ですね、俺ら以上っていうか、もう作っている神様だから比べるのもあれだわ、うん、俺たち側じゃねえよ、作ってる神様だよ。拝まないといけない、高野さんのこと拝まなきゃいけない、うん、あの人の新カメの感想で本当に好きなんだなとなって押せる脚本家でした。ああそうなんだ、てかあのすごくさ、キングオージャー全部脚本担当されててさ、めちゃなんかアクティブですよね。ツイッターもそうだし、なんかいつ寝てるのみたいな、仕事かなりさいっぱいやってた、大変だろうにすごいふっかるな感じがして、もしかしたら1日24時間じゃない方ですかって思ったりなどしております。24時間同じ24時間の中生きてるような、いや超人だなって思いますね。はい、そんなキングオージャーのよいしょと見どころ、物語が熱い、キャラが熱い、オタクが熱いっていうところを紹介したんですけれども、キングオージャー、こんなスーパー戦隊、歴代の中でも最強に初心者におすすめしやすいスーパー戦隊、まあ、前作のドンブラザーズくんとは大違いだよ。これあのドンブラザーズをけなしてるわけじゃありません、もっとドンブラザーズねリアタイしてた時にもう毎回毎回戸惑ってたんですよ私、めっちゃ面白いの、めっちゃ面白いんだけど、これ初心者さんにスーパー戦隊だよって、スーパー戦隊としておすすめできるかっていうと、ちょっと異色すぎるんだよなと、どうしようかなっていうふうにずっと思ってました。最初から最後までずっとそう思ってました。でも蓋開けてみたらさ、ドンブラザーズからスーパー戦隊入りましたよっていう人も多かったですよね。でもあのドンブラザーズあんだけさはちゃめちゃにもやってる暴れ散らかしてるドンブラザーズでゲットした新規の人たちをキングオージャー話してないんですよ、すごくない？しかもストーリーとしてはさかなり王道ですよ、スーパー戦隊といえばこれっていうことをやってくれてるのにさ、そうそうこれこれこれみたいなやつのやってくれてるのに話してねえんだよ。これはねほんとすごいなって思う。だってドンブラザー、まあ、さっきもルチカ言った通りさ、スーパー戦隊一つの作品を愛してる人はたくさんいるんですよ、なんだけど続けて
継続して見るっていう人があんまりなかなかねいないっていう中で、ドンブラザーズからのキングオージャーのこの流れね、あ、今回の今年のスーパー戦隊も面白いじゃんっていう風になってるっていうのが、やっぱ初心者さんにもおすすめしやすいっていうところなのかなって思います。本当になんかこう展開が予想できるっていう安心感があるんですよね。きっとこういう流れになるだろう、でもそれで予想できてつまらないじゃないんですよ、予想できて面白いなんですよね。当たったーみたいな、やっぱこうなったーっていう爽快感と、あとまあそれだけじゃなくてね、あ、こういう流れになったかーっていう意外性ももちろん入れてくれてるので、いやー、まあドンブラザーズくんもね大好きだよ私は。もう二度とやんなよ、ドンブラザーズみたいなスーパー戦隊もう二度とやんなよ。ほんと一年間楽しかったよドンブラザーズも。これもやっぱスーパー戦隊の魅力の一つかなって思うのが、毎年毎年違うんですよね。そのテーマももちろん違うし、こう一見見た目的にさ、カラーリングも同じじゃないですかって思われるかもしれないんだけど、でも描いてる物語って全然違うんですよ。だから人それぞれそのやっぱりこう考え方がさ変わるというかさ、教科書を見てるみたいな感じ、自分のその考えがずっとこうアップデートされてるような感じになるんですよね、スーパー戦隊見てると。だから毎年毎年見るとね楽しいんですわ。キングオージャーこんな戦隊、物語は嘘でも美しい物語は人を幸せにする、これ姫野様のセリフですね。で、キダクのセリフで、物語には人に夢を見させる力がある、だから必要なんだなっていう、そういうあの11話のセリフがあるんですけど、もうまさにこのセリフの通り、王様戦隊キングオージャーこうなってほしいっていう夢を見せてくれるようなスーパー戦隊なんじゃないかなって思います。これが欲しかった、うわこれを見たかったっていう夢を叶えてくれてる、そんな感じかなって思っているオタクでございました。で、ここでキングオージャーの語りは、不況のターンは終了したんですけど、こういうのもルシカ用意してきました。まあ、ここまで喋っててね、ここからは多分キングオージャー見てる人向けの話になると思うので、全然ここで終わっても大丈夫です。視聴をやめても大丈夫です。こっからは Q&A、 質問あるかも。質問来てた。敵組織の描写って薄くね、まあ、キングオージャーめちゃめちゃいい作品だよって今まで不況おすすめはしているんですけれども、結構じゃあつつかれるというか、やっぱなんかスーパー戦隊的なところでここどうなのって言われてるようなところもあるので、まあ、ここはルチカなりのね感想を言いたいと思って用意しました。敵組織の描写薄くね、まあ、正直敵組織というか怪人の描写があんまりないかなっていうのはありますね。でもそこも結構特撮初心者さん的にはありな要素なのかなと思っててさ、なんで怪人出てくるの、え、なんで変身するのって、そういうところも結構初心者さん気になる要素らしいので、それもこうそれをちょっとこう薄めてというか、あまりそこにはスポットを当てずに、ただ敵組織はちゃんと見せてるんですよ。敵組織ちゃんと見せてるし、物語でしっかり見せてるから、なんかこうないがしろにされてるわけではないんですよね。キングオージャー王様たちの物語、敵としてバグナラクが存在してはいるんですけど、本当の敵かっていうとまあそうではないとも思うし、デズナラク様、敵の王様も悪の王様として暴走をしてしまったその慣れの果ての王様として描かれてるから、なんかこう
ね、あんまり暴君にならないようにみたいなさ、そういうところでこう見せて違いを見せてるのかなって思うので、そんなにこう薄いとは、まあ、ルチカ的には思ってなかったですね。怪人が好きだからさ、結構怪人出てないとなんで怪人出さないんだよってなったりするんですけどなんやかんやでもほら毎回出してくれてるし、ほぼほぼね、むしろ最初からボスが動いているので好感が持てる。デズナラクさんもずっと出てくれてる。カメジムさんもずっと出てくれてる。えらい、部下に任せるだけじゃなくって自分で動いてる最初はあんまりさ、その最初から前に出すぎてて、デズナラク様って影武者なんじゃないのって考察した時もあるんですけど、できればね、あの今日だってほら21話のオープニングで踊ってたし、長生きしてほしいですね。今後の謎を明かさないためにわざと隠しているっていう説もあるので、敵組織のねところでね、最後まで楽しんで見ていきたいなって思っております。そう、働き者なんだよ亀島さんだってはい、質問あるかも。ヒーローが守るべき一般人そんな出てなくね。全然なんか国民とかもまあ出てるっちゃ出てるけど、そんなになんか関わってたりとかしなくねっていうところ。どうだろう、これ気になってる人いるのかな。あ、でもキングオージャーのね一般市民もかなり個性的なんですよね。ゴローゲさんとかゴローゲさんが、ゴローゲさん一人が固有すぎるキャラ。これはあのルチカ的な、あのルチカの個人的な感想なんですけど、タミーは視聴者なんじゃないかなって思ってるんで、いつもそのタミーはテレビの前に存在してるよみたいな感じ。それで王様たちのことを応援してるから、その例えばさ、怪人たちに襲われる一般市民がいなかったとしても、なんかそこの一体感はあるのかなって思ったりしております。あと結構頻繁にエキストラ募集されてるんで、民になりたい方はぜひ TTFC に入ってください。あれ、今もエキストラ募集してなかったっけ。キングオージャー TTFC、 エキストラ、まあ、五感の民は囚人だから最初の方出てましたよね。これかな、違うかも違うかも。あれ、どっかにあったんだよな。調べてください。TTFC エキストラ。あ、今日までじゃん。あった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 。あったよ。王様戦隊キングオージャーエキストラ募集 TTFC 会員限定にてエキストラ募集。すげえ。あれ、かなりこれ人呼ぶんじゃない？これ見て、これ。5日間募集されてるよ。ちょっとルチカはこの辺はエキストラ行けないんですけれど、もしあのスケジュールなどね合う方いたら参加してみてください。はい、結論、キングオージャー見て。いろいろ言ってきましたが、もうこれですね。リアタイのお祭り楽しめるのは今だけです。おもちゃもグッズもイベントも今だけなんだ。頼む、今しか買えねえんだ。後から買えるとしても、なんだ、あの中古ショップとかで買うしかねえんだ。リアタイで買うんだ。今後のスーパー戦隊の作品にも関わるんで、自国に納税しよう。はい、あなたは何の国の民ですかね。シュゴッダムですかね。それともウコそばですか。イシャバーナですか。それとも豆腐ですか。極寒ですか。
それとも狭間のものですかね。ぜひ自国に納税してください。はい、そんな感じでずっと喋っていきました。もう喉がガラガラでございます。まだ間に合う王様戦隊キングオージャー布教したい、布教しました。はい、これです。これで終わろうかな。だって、10時から始めて1時間半ずーっと喋り続けましたね。道理で。道理で喉がこんな感じになってると思ったわ。じゃあ最後に、感想会っていうか、みんなのキングオージャー推しポイントを見て終わろうかな。あ、こんばんぱや、いらっしゃいまし。もしかしたら初見さんもいらっしゃってたかな。ありがとうございます。ルチカ、この通り、オタクでございまして、日朝同時視聴などもしております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。キングオージャーの同時視聴もしてます。不況管理おっちゅん喉が死ぬって。やめなされ。うん、推しポイント、リタ様かわいい。わかる。わかる。今日のさ、今日の21話のさ、オープニングのダンスさ、あれずるくない？リタ様の最後の笑顔ずるくない？リタ様のその役者さん、もともと運動神経がいいっていうか、ダンスめちゃめちゃできる人なんですよ。ね、それをこう、リタ様っぽく踊ってるのやっぱいいっすよね。オタクやっぱリタ様好きだよな。わかる？私もオタクだから。うん、公式が上げてた塩辛たち、側近図の踊る全力キングの動画良かったですよ。私はツイートしました。もちろんツイートしました。ありがとうございます。見ましたよ。あれ一発撮りだったんだよね。側近たちの動画に関しては、間違えんなよみたいな感じで塩辛くん言ってたんだけど、速攻塩辛くん間違えてて可愛かったです。うん、キングオージャーの SNS 活用術半端ね。そうだよね。うまいよね。あとやっぱりその時代の流れにちゃんとこう沿ってるっていうかさ、見放題な配信サイトでもキングオージャーずっとこう見せてくれてるしさ、TikTok もやってるしさ、供給がすごいよね。ギラくんの僕になる瞬間好き。いいね。なんか素のそのやっぱギラくんの優しさがね、優しさというか可愛さがこう出るシーンとかいいですよね。うん、側近の周りの人たちも魅力的。わかる。もう箱推しってそういうことなんだよね。変身する王様たちだけじゃなくて、その王様たちを支える側近たちも、今日に関してはドゥーガさんもさ、推しになっちゃったじゃん。ドゥーガさん視点で総集編やるのずるくない？あんなんさ、あんな見せ方ある？カグラギ殿渋かっこいい。カグラギ殿。カグラギ殿。そんなことより。リタ様の変顔気になる。今日やったやつね。確かに。あ、初見です。スズメ推しでたどり着きました。スズメちゃん推し？いいですね。もうあそこ大河ドラマっすよね。もう駆け引きがさ、スズメちゃんのかっこよさがさ、私もスズメちゃん大好き。ラクレス様のすべて。あ、そうだ、キングオージャースピンオフもね、YouTube 上でラクレス王の秘密っていうの公開されてるので、ぜひこの機会にキングオージャー見たいなっていう方いましたら、本編見て、21話まで見て、もし余裕があれば、YouTube のラクレス王の秘密も見てみてください。姫野様の美しさと強さと可愛さ、そしてイシャブアナの民との関係性めっちゃ好きです。いいですね。姫野様ってやっぱ幼い頃に王になって、で、それで民たちがこう支えてくれてたわけじゃないですか。モフンと一緒もさ、姫野様のために作られた作品で。いいよね。定定ですね。今改めて制作発表会見ると面白いかもしれない。あははは！
確かに、あん時私同時視聴してた時さ、あれかも、え、あ、この子たちが変身するんですね。あの、アッカーたちが、あの、キングオージャーだと思ってたからさ、その時の私。エキストラとして参加してたから、あれ、あ、アッカくんたちじゃねえんだって。色的にだって赤青ピンクだったからさ勘違いしてたんだよ。あれ、私が予想してた子たちと違う。確かに改めて見たいですね。あ、インスタもうまいよな、 SNS の使い方が。ドゥーガさんから見てシュゴッダムが一番落ち着く職場だと改めて分かれたシュゴッダムはね、シュゴッダムでいろいろ大変なことあると思いますが、最新は良かったよな。そのギラ君もさ、自分も逃げたからって、逃げた者同士、王様もその側近もさ、お互いのことちゃんと分かるよっていう部分でいい主従になるかな。うん、ドゥーガさん意外と有能キャラっぽいの押せるこれからの活躍楽しみだよね、ドゥーガさん。うん、あー、次回はキービジュからずっと言われてた城がいよいよロボになるの楽しみだわー。白ロボー、でっかいロボ大好き。うん、あ、こんばんぱや、いらっしゃい。ギラくんの優しい語りかけ大好きね。ギラくんもさ、すごいよね、こう包容力というかさ、自分も一緒だよっていう風にドゥーガさんに寄り添って、かつドゥーガさんの方がよりその王様のそばにいて側近としてこう働いてた時期が長いから、王様について教えてくださいって。ギラくんどこまでいい子なんどこまであんた、あんたはやっぱあれが王の器なんですかね、寛大な心。うん、あ、ほんとキングオージャーのビジュアルポスター出た時から変形しそうって言われてたしな変形する、楽しみですね。ドゥーガさんが王様の指導係になるの激アツ、いいね。で、ボシマールさんに関してもさ、まあカメジムさんがね、なりすましていた、まあ、それも結構その考察配信でスパイなんじゃないのっていう風に言ってたんだけど、いざ正体が明かされた時にさ、元々のボシマールってすごいこうラクレス様にとっても大事な側近だったのかなって、優しい側近だったのかなって思うと、またボシマールに対してもさ、うわーってなるよねもう存在しないボシマールに対しての思いもね。うん、そう、幼い頃からそばにいたから、キングオージャーね、もうずっと面白くって、最初の頃はこの面白さが本当に毎週続くんだろうかって、どうなっちまうんだろうかって不安になっちゃってた時も正直あったんですけど、全く不安になることなかったっすね。もう安心して見られますわ。うん、子は見返すと子供の頃くらいの側近なんだよね、ボシマール。ああラクレス様、最終的にはね、誰も味方がいないまま崖落ちしちゃった。まあ、崖から落ちたら生存フラグだと思ってるのでやだー、もうこういうところがさ、なんかずっと特撮見てるオタクとしてさ、嫌なとこなんすよね。死んじゃったっていう風にならないのがさ、あ、まあ大丈夫じゃろうみたいな
一回やっぱ記憶を失ってキングオージャーと向き合いたいですね。シャーロック・ホームズからの伝統ですからそうだったとしてもさ、そこで知ってたとしてもさ、こうはならんじゃろ。水落ちは生存フラグだからとかならんじゃろ。ああ、星丸バレの時のラクレスの表情、キレ顔。いやー、ラクレス様の表情の変化すごいんですよ。表情豊か。表情豊かで言うと、やっぱ1話のギラ君のね、表情の変化も好きなんですよね。こう、やっぱりラクレス様、信じてた王様の正体を知って、こう、絶望して、どうしようってなって、でもそこから覚悟を決めて、自分がじゃあ民を、子供たちを守るために邪悪の王になるんだ。自分が悪役に回って、でもそれでみんなが幸せになれるんだったらって覚悟を決めて、そこから邪悪の王を演じ始めるギラ君のね、あの表情の変化がね、やっぱなんか何回も見ても、すげえなーって思いますね。あれが1話だよ。あれ1話で見ちゃったらもう大変ですよ。うん、ロボおもちゃオタとしては合体の惜しみなさが気持ちいいようで不安になるようでどうなりますかね。やっぱりみんながこうガチで作ってる、まあ、歴代もそうなんですけど、キングオージャーのね熱さが好きですね。カグラギ殿のうさんくさい表情好き、わかります。カグラギ殿はずっとそのままでいてほしいですね。逆に信用できないから信用できるみたいなね。令和のキッズはキラメイという王道から全開ドンブラを浴びて高濃度の王道王者を味わえるという贅沢。いいなぁ、令和の女子になりてぇなぁ。そう、結構さ、まあ、ドンブラ、前作のドンブラザーズとあと全開ジャーもその話題に出てくることあるんですけど、キラメイジャーもめちゃいいですからね。キラメイジャーこそ本当令和に寄り添った、令和の考え方に寄り添った新しくこうアップデートされたスーパー戦隊だと思ってるんで、すげえ好きです。カグラギ殿のスズメが絡んだ時の顔好きね。いつもはあんな余裕そうなのにな。結婚式やってた時のあのカグラギ殿の顔面白かったね。民を守ることということしか信用できない男、カグラギ、面白い。まあ、私はもう女児じゃないので。女児じゃないけど、大人の楽しみ方をしたいと思います。大人はな、時間も、あ、まあ、財力はそんなあれだけど、頑張らないとあれだけど。もう自由に使えるんだよ。何でもできんだよ、大人はよ。あれかな、子供の時におもちゃとかさ、そういうの買ってもらえなかった子たちって大人になると多分、あれじゃない?歯止めが効かなくなるんじゃない?でもね、大人も楽しいぞということで。じゃあ、終わりましょうかね。キングオージャー語りでした。最後までご視聴ありがとうございました。よければまたね、リアタイを一緒にキングオージャー見たいなって思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。明日はお休みか?お休みにしようかな?どうしようかな?スケジュール考え中です。決まったらお知らせします。あと、これ。概要欄にも貼ってるんですけど、
ゆちか今ウェブポンさんとコラボしております。浴衣の書き下ろしイラストとか、あいと、あ、くしゃみ出なかったくしゃみ出なかったよ。いろいろあの可愛いグッズが、あの引けるガチャがありますので、ぜひ回してもらえると嬉しいです。このね、こうな、この出会いもまた何かの応援、縁ができたな最後ドンブラザーズになっちゃった。ドンブラザーズくんさ、なんなんドンブラザーズはドンブラザーズで、私も本当あのスーパー戦隊今まで見てきた中でやっぱかなり異色の作品なんですよね。面白かったですよもうなんかまたね、機会があれば他のスーパー戦隊の話とか他の作品の布教配信やってみたいっすね。なんかもしよければアーカイブでも、今この配信見た方でも、 Twitter、YouTube のコメントのところに感想などを書いてもらえると、あと次なんかこういうこの作品の布教を見たい、聞いてみたいですとかあれば教えてください。検討します。よいしょ。じゃあ終わる。今日2時間半しか寝てねえんだ。寝まーす。ポケモンスリープで自分の睡眠時間がこうちゃんと分かるようになってから、寝なきゃって思うようになりました。ということで、じゃあこのね、ルチカの布教配信、もしよかったらお友達とか布教したい人用になんか進めてみてください。見せてみてください。まあ、一番はキングオージャーの1話から5話と、あと10話とね、公式様が今日放送してくれた21話見せるのが一番いいんすけどね。なんかちょっとでも好きのきっかけになれたらいいなって思います。ほんじゃ、おやすみなさーい。バイバイやー。